こんにちは、講師の竹内です。それでは22年消費生活アドバイザー一次スピード合格講座の担当経済の科目第4回目始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね21年度の問題を解説していきたいと思います。で、21年度は4回試験があった年ですね。で、21年は、2021年の10月3日と9日と16が2回あった年になります。で、今日は21年の10月3日回の解説をしていきたいと思います。はい。で、経済はですね、21年から問題数がちょっと少なくなっています。で、12問から、21問かなまでが経済の科目となっています。では、12問からいきたいと思います。で、問題数は少なくなった分ですね、それぞれの問題に複合的な要素が入っていますので、問題数少ないものの、範囲は幅広く出ているということで、まず12問目からです。次の文章は組織形態について説明したものであるということで、12-1ですね。マトリックス組織は日本企業で古くから採用されており、成功事例の蓄積は多い。で、これは×ですね。マトリックス組織って事業部制と機能別組織を掛け合わせたようなもので、双方メリットあるよみたいな組織なんですけども、実際はですね、日本ではなかなか成功事例は少ないものになります。テキストだとこれですね、マトリックス組織これなんですけども、そもそもこの機能別の組織っていうのが、このトップのもとに各機能がぶら下がっているような組織で、事業別組織っていうのは、こうトップの下にですね、各事業部っていう、こう会社、一個の会社みたいな感じで事業部っていう風な組織がぶら下がっていて、各事業部ごとに、総務管理部とかそういう必要なものを持つ、ちょっと二重で持っちゃうので、あまり効率よくないよね、みたいな組織でした。で、それを解消するような組織がマトリックス組織なんですけども、これだと事業部と機能別の双方の指揮命令系統があるので、意外とうまくいかないケースが多いです。で、日本は成功事例が非常に少ないということです。で、2個目ですね。多国籍企業が進出先の地域ごとに事業組織を有し、それを本国本社が管理している形態は事業別組織の一形態とは言えないということで、これは×です。事業部別、事業部制組織っていうのは、商品ジャンル別とか地域別とかで部門を集めているので、これもですね、本社が管理する組織形態っていうのも事業別組織、事業部制組織というふうに言えるということですね。で、12-3です。12-3は、部門間対立が生じやすい組織形態として機能別組織があると。ただこの形態には専門性を追求できるという強みがある。これまんま機能別組織のメリットデメリットってところが書かれているかなと思います。何々部みたいな、その機能でカットした部なので、専門性追求はできる強みがあります。12-4ですね。組織としての効率性を追求するためには、経営資源を多重利用することが一つの有効な施策であり、この点については事業部制組織は優れているということで、これは×です。先ほども説明したように、権限以上による迅速な意思決定、利益説明の明確化みたいなことはできるんですけども、横断するような取り組みの減少をしたりとか、あとは資源を重複で持ってしまうってところがデメリットなので、ここは×になります。で、 12-5 です。クロスファンクショナル組織とは、部門横断的な取り組みを行う際に有用な形態の組織であるが、短期プロジェクトの推進には向かないということで、これは×です。クロスファンクショナル組織っていうのは、こうプロジェクトチームみたいな組織、取り組みをするときにいいもの、効果を発するものなので、短期的なプロジェクトっていうのは有用な組織になります。
で次13問目ですね。これは、企業による不正行為はや経営者による私利私欲の追及を避けるためにはさまざまな仕組みが必要になる。例えば経営者が利害関係者に向けて説明責任を果たすこと、すなわち何々の制度っていうのは、これはアカウンタビリティですね。企業側の意思で利害関係者に向けて説明する責任っていうのはアカウンタビリティ、説明責任ですねっていうふうに呼ばれるので、これは2番が正解です。で、これが代表的な仕組みの一つですということ で、こうしたものはですね、コーポレートガバナンスの考え方に基づくものであり、その原点は英国で発表された何々報告書にあるというということで、これはキャドバリー報告書です。で、このキャドバリー報告書って何かというと、イギリスの製菓会社キャドバリーシュウェップ社社のキャドバリー氏を委員長にした委員会報告書っていうのがコーポレートガバナンスの基本的な考え方の原点となったものになりますと。なので、これは知らなかったとか、ちょっと覚えていなかった、知らなかったっていうパターンもあると思うんですけど、ここはですね、今回覚えていただければいいかなというふうに思います。で、次ですね、日本ではそれ以前から独自のシステムがあり、何々が監査の機能の中枢を担っていたということで、メインバンクですね。日本は1980年代までですね、メインバンクによってこの監査の機能っていうのを担われていたっていうふうに言われていますと。なので、ここは3番が正解です。で、しかしですね、環境変化に伴って何々頃から新たな投資システムの導入が進んでいったということで、これは1990年代後半ですね。もともとですね、企業の倒産とか企業の不祥事多発とか、 M&A による不況による事業整理っていうのとかっていうのは、欧米ではですね、1990年代前半に活発化していて、日本はですね、後半に活発化していったので、1990年代の後半っていうふうにが正解になります。で、2015年にはですね、改正会社法において何々の要件が厳格化されるということで、これは社外取締役です。2015年の5月施行の改正会社法でですね、社外取締役の要件が厳格化されたんですね。で、基本的にはですね、上場会社とかでは社外取締役を置いてない場合はですね、置くことが相当でない理由を開示するっていうことが定められましたということで、基本的に上場会社は社外取締役を置いている会社が多いということです。